んにちは。食用アマガエルの心の声です。本日は秋田県大仙市にあるラーメンショップ味久神岡店さんにお邪魔します。どうぞよろしくお願いいたします。お店に入るとマスコットキャラクターのパンダがフルスイングしていました。今日はよろしくお願いします。楽しみにしてきました。やはり自慢の一品は南蛮ラーメンですね。その他にも気になるメニューがたくさんあります。今日はどれにしようかな。間仕切りもされていてコロナ対策もしっかりとされていました。店内はカウンター席とテーブル席、お座敷席があります。お一人でもご家族連れでも安心してお食事が楽しめそうです。一番奥のお座敷席にしました。小学生くらいのお子さんがお手伝いしていました。なかなか微笑ましい。それでは早速メニューを見ていきましょう。神岡店オリジナルラーメンがきになりますね。コクうま中華豚骨ですか。うまそうだな。南蛮二郎チャーシューってなんだろう。これにするか。君に決めた。こちらは味久のレギュラー系のメニューですね。品そば600円もいいな。今日はとってもお腹が空いている。気合い入れていくぞ。静かに着丼を待ちます。いただきます。で、たまげだな。とりあえずスープからいきましょうか。いや、ここまで大盛りで来るとは思わなかったな。メニューの写真よりネギがてんこ盛りです。てんこ盛りのネギの下から気合を入れて麺をすくい出します。ネギが表ごと、麺は中細の縮れ麺ですね。おそらく他のラーメンと同じ麺ではないでしょうか。それにしてもすごいボリュームだ。確かネギが自家栽培のものを使っているという張り紙があったな。だからこんなにてんこ盛りなんだな。ネギが大好きだから今日はたっぷりのネギで幸せだな。味も甘みがあってよくある辛さが全くないんだよな。大した梅の南蛮二郎チャーシューについてもう一度おさらいしてみると、醤油だれに豚骨スープを加え、ニンニクと背脂で二郎系の味に仕上げたとあります。ネギと野菜をたくさん乗せて最後にチャーシューを加えて豪華に仕上げましたとのことです。チャーシューを避けてからネギと野菜の下から麺をすくい出します。これがなかなか一苦労だって。ネギが半端ねえんだ。南蛮二郎チャーシュー、うめだ。
さあ餃子を食べていきましょう。あやうめごど。まんずうめごど。うめうめ。ラー油をかけて味変していきますよ。ネギと麺を一緒に食べるとうめえな。こんなにネギを思いっきり食べたのは久しぶりだな。ラーメンショップ味急神岡店さんの自家栽培のネギを腹いっぱい食べることができて本当に良かった。年中無休で通し営業だからいつでも好きな時に来れる。とても利便性の高いお店ですね。この南蛮二郎チャーシューですが、あれだけのボリュームある見た目の割にはペロッといけちゃいました。本当にネギがうまい。自家栽培のネギ最高すぎるな。ご来店の際にはこの自家栽培のネギを使ったラーメンを強くおすすめします。ラーメンショップ味急神岡店さんの営業時間はご覧の通りです。年中無休です。ごちそうさまでした。今日もラーメンを食べて幸せな気持ちになれました。ステッカーどうぞ。はい。処分用。処分用。はじめまして。処分用アマガエル。ごちそうさまでした。どうも。食用アマガエルチャンネルのオリジナルステッカーができました。メルカリとラクマで販売中です。食用アマガエルで検索を。